日流語族、または日本語族とは、日本列島で話され、日本語とその同型の諸言語からなる語族である。ジャポニック語族とも呼ばれる。日流語族は、日本本土と琉球諸島の言語を同系等の別言語と定義した上で、両者を包括する際に使われる用語である。いずれも多くの方言に分類でき、特に琉球諸島では、地域差が著しいため、 初言語の集合として、琉球諸語と捉えることもあり、非琉語族を琉球語派と日本語派に二分することもある。一方、琉球諸島の言語を日本語の一方こととして扱う場合には、日本語が非琉語族の代わりに使われ、日本語派は本土方言、琉球語派は琉球方言、または南東方言とされる。この場合、日本語は、 同系統の言語の存在が証明されていない孤立した言語であるとみなされる。学術的には、どちらの定義でもその内容が本質的に変わるわけではないが、琉球諸島の言葉を方言とするか言語とするかは、沖縄独立運動との関係から政治的、社会的要因で論じられることが多いため、学会外で論争となることが多い。そもそも、言語学的には、 方言と言語を明確に線引きする基準は存在しない。なお、アイヌ語、ウィルタ語、ニブフ語も日本列島北部で話されている言語であるが、系統が異なるため、気流語族には含まれない。日流祖語はまず、日本本土と琉球諸島の二つの語派に分かれたと考えられるが、八条語の歴史的位置は不明である。以下の区分も、細部は、諸説ある。日本語派は、 日本本土で話される言葉。琉球語派、または琉球諸語は琉球諸島で話される言葉。上記のように、非琉語族は大きく、日本語派と琉球語派に対別するのが普通であるが、共通の言語革新から琉球諸語と九州方言からなる南日本語派も提案されている。語族の定義より、非琉語族と他の言語との系統関係は証明されていないが、 いくつかの仮説はある。ありがとうございます。